皆さんこんにちは、今回の板さんの料理塾はうなぎです。今回は家庭のガスグリルでうなぎを上手に焼く方法を教えていきます。今回買ったこのうなぎですね、ちょっとねこれ少しくぼみがあるんですけど、これは訳ありのうなぎなんですね。950円で買いました。三河一色さんのものなんですけど、普通はねこれ1500円ぐらいします。うなぎ屋で食ったらまあ4000円は下りませんね。うなぎを扱う場合はまずまな板を濡らしてラップを引いて調理すると後々楽です。ラップの上でね包丁を使う場合は包丁を動かすんじゃなくて、あのうなぎの方を動かして切ると、あのラップが切れにくくなります。今回はね串打ちはしないのでいいんですけど、まあ、串打ちするときにやっぱりこれラップを引いた方が串が打ちやすいです。今回このグリルパンを使うんですが、網よりもグリルパンでこのホイルを引いて焼いた方が断然これ上手に焼けます。網だとねやっぱりひっついちゃうんですね。こんな感じで引いて、でまず最初に余熱ですね、5分ぐらい前にこれ強火にして火をつけておきます。で網はもう取っちゃってください。ここにグリルパンを乗せます。今回使うグリルパンです。これセットになってて、小が2つの大が1つで、ハンドル、そして蓋ですね、ステンレスの蓋がついてます。これとってもしっかりしててね、なかなかいいと思います。前回買ったグリルパンはもうサビサビになって、洗い箱になっちゃいました。今回買ったこのグリルパンのリンクをですね、また説明欄に貼っておきますので、まあ、参考にしてみてください。今回のうなぎは大きいグリルパンを使っていきます。まずは身の方を上にして焼いていきます。まず6分、身を上にしてで焼きます。火は強火で、普通魚を焼く場合は皮の方から、皮目から焼く、それがセオリーなんですけど、うなぎの場合特にこのグリルパンで焼く場合は皮を下にして身を先に焼くことで、この皮がねくるくるっと縮まないんですね。そして次は今度皮を上にして6分焼きます。このコンロはですね、上の蓋が取れて中が見えるんですけど、まあこんな感じで焼けてます。これで6分焼くと白焼きの完成です。まあ白焼きで食べたい方はまあこのまま食べちゃっても OK です。もう皮はねパリパリに焼けてますので、とても美味しいと思います。今回使うのはこのカネマンのかば焼きのタレ、これ静岡のね会社ですね。もう全部自家製でタレも作るっていう方はこの照り焼きのタレ入門っていう動画がありますので、これも説明欄にリンクを貼っておきます。で今回タレはですね、このハケで塗るんですね。そうするとタレが少なくて済みます。まあハケにもいろいろあってね、あのナイロンとかシリコン製のねそういうハケがありますけど、やっぱりね動物の毛のこの塗り心地っていうんですかね、やっぱり全然違います。ぜひこのねヤギの毛で作ったハケですね、これ使ってみてください。うなぎが焼き上がって熱々の状態でもうすぐ塗っていきます。そうしないとですね、中までねあのタレが浸透していかないので、熱々の状態で
塗ってください。もちろん表と裏と顔の方もねしっかりと塗ってください。まあ1回、まあ大体2回ぐらい塗って、裏返して裏もまあ2回ぐらい塗ってください。手前にあるうなぎは、これはもうすでに最初にこれ焼いてタレを塗っておいたうなぎなんですね。ガスグリルの場合ですと、やっぱり1匹ずつしか焼けないので、まあ最初に白焼きにしてタレを塗って、でどんどんこれ1匹2匹3匹の場合はまあ3回焼くんですが、こんな感じでタレを塗ってお皿に置いておいてください。白焼きを焼いたねグリルパンはやっぱり油が溜まってきますんで、それは油は拭き取ってください。で最初に焼いておいたうなぎ、もう一回タレをつけて、でグリルパンにのせて、でこれを焼いていきます。でタレを塗った場合はですね、これすごく焦げやすいので30秒、もう火はこれグリルはつけたままにしておきますよ。で30秒これ焼きます。30秒焼いたらもう一回タレを塗ります。タレもねしっかりと塗って、でもう一回これ30秒焼きます。これね1分やるとね真っ黒けになりますんで、必ず30秒測ってやってみてください。でこれは皮の方はねこれ焼きません。もうこのままで、もう顔の方ねパリパリになってるし、でタレもついてるんで、でタレをつけた後はですね、もう焼くっていうか、もう表面を乾かす感じ、もうそのぐらいの焼き加減で OK です。そうしないとねもうすぐ焦げてきますね。もうタレを塗ったら本当に乾かす、そういう感じで焼いてください。でもう皮の方はね自動的にね焦げてますんで、いい感じに焦げてますんで、これ皮返さなくても全然大丈夫です。今回はですねひつまぶし用にちょっと細かめに刻みました。普通にねうな丼とかそういう方はですね、まあ6分の1とか、あとは8等分とか、まあ豪快な人はねその切らずにそのままいっちゃうとか、まあいろいろとお好みでやってみてください。もう切る時にねザクザク言うっていうことは皮がパリパリなんですよね。そしてうなぎのご飯やっぱりね炊きたてが美味しいですね。でこれ炊けたらね置いとくとやっぱり固まっちゃうんで、もう炊けたらすぐにほぐしてください。これが美味しいご飯のコツですね。そしてうなぎを食べる時のうなぎあるある、うな丼を食べる時やっぱりご飯が大盛りになりがち、どうしてもご飯ね多めにね食べたくなっちゃうんですね。うなぎの場合はうなぎのタレだけでねご飯が食べれちゃうんでね、まあそれはもうどうしてもしょうがないと思います。ご飯にねタレをかけるとき、これハケでねご飯にかけると結構思い通りなタレの量になると思います。そしてここにうなぎを乗っけて、でもう一回ねこのうなぎの上にタレを塗り込みます。いやーこれもうたまらないっすね。もう見ててまた食べたくなってしまう。そして
ひつまぶしはですね、これ、まあ、混ぜる派、もううなぎをご飯とガーッと混ぜちゃう人と、まあ、混ぜずにうなぎを上に乗せてで食べる派、まあこれも食べ方いろいろあって、でも最初にそのまま食べるっていう人もいるし、まあ僕の場合はですね、薬味をのっけて食べます。もうそのまま食べるってことはないですね。でまあ海苔をのせたりわさびをのせたりして食べていきます。そしてお茶漬けですね。このひつまぶしの独特な食べ方にこれお茶漬けがあるんですけど、まあお茶漬けの出汁を作っていきます。まあ出汁って言ってもね、お吸い物の地ですけどね。で今回この白出汁、これ結構ね高いんですが、もう味はいいですね。もう普通のね安いね白だしがあるんですけど、あれとは全然違うと思います。まあ食品成分表を見るとですね、まあ最初にやっぱりカツオの材料原材料が書いてあるんですけど、安いのはね大体食塩が最初に来てますね。まあこれ白だしとお水だけでできちゃうんですけど、まあ量はですね大体まあ味見してお吸い物の味になれば OK です。まあこれ豆腐とわかめのお吸い物と、でこれ残りがこれお茶漬け用になります。でこれを薬味をのっけて、で出汁を、まあ出汁はね結構僕の場合はね多めに入れるんですけど、お茶漬けの場合はやっぱり出汁が多めの方が美味しいと思います。でやっぱりタレがね甘いので、この吸い物の出汁でその甘さが緩和されて、もうくどさもなくなってサラサラっと食べれちゃいます。もうこれは独特な食べ方ですね。これうなぎでお茶漬けってあんまりないと思います。で今回生のうなぎを使ってうなぎのかば焼きチャレンジセット、これ中身はね料理用のハケと、あとかば焼きのタレ、これ 110g、 これ結構ね量があって、まあ2匹分ぐらいは焼けると思います。そしてうなぎを1匹、これ開きで真空パックして、これをまあ通販でお届けします。まあ詳しくはね概要欄ありますので参考にしてみてください。では次回もよろしく。